どうもタブヤンです。ファイヤーエムブレム聖戦の系譜、前回ね、指揮官として申し訳ない、仲間が次々倒れていくのを見るしかなかった。セリス星3つっていうのはもう星1個返さないといけないね。しかし戦いは続く。オイフェも傷ついております。頑張っていこう。セリスくじけるんじゃない。デルムッドも頑張れ。よく生き残ったな、デルムッド。こんだけしかいないもんね。いやー参った。砂漠を突き進む。ラナーはね、ちょっと回復しないといけないよね。リブローを城でどうしよっかな。ここでちょっと寄り道しといた方がいいよな。ラナーがリターンの杖持ってた方がいいかもね。ちょっとリカバーしつつ、お城によってね、リブローをちょっと回復したい。あ、でもお金持ってたかな。あんまり持ってないね。厳しいな。さあどうしよう。こっちにはいないね。さあこの中途半端なところにいるこの部隊、完全にこう指揮官の作戦が失敗した感があるけどね。くじけずに行こう。ラクチェとスカサハとシャナンがいればね、なんとかなるんじゃないか。でここなんだけど、どうしようこれ。リーフがダメージ受けつつ、会話、これは敵も寄ってくるしね、逃げよっか。逃げ、命あってのものだねよね。逃げよ。うわー寄ってくるな。盗賊も来るし、盗賊倒そっか。勇者の槍、よし、さすがフィン。もうリーフのレベル上げるとかそんな余裕ないしね。生きることを最優先にね。でナンナが回復と。よし、敵はどう出る。あ、なんか動きがある。おおお、リーンよ、なかなか良い踊りだった。褒美をやるからこっちへ来い。失礼ね、用があるならあんたから来なさいよ。気の強いところもまた可愛い。な、何をするのよ、話してよバカ。やめろ貴様ら。あ、エルトシャンに顔似てる。彼女から手を離せ。たかが妖精風情でわしに立てつくというのか。リーンに手を出すものは許さない。なんだと、誰かこいつを始末しろ。お前たちにはこの魔剣ミストルティンが見えないのか。餌食になりたいか。黒騎士アレスとは俺のことだ。黒騎士になったんだ。ちょっとね、闇の部分が出たね。エルトシャンの息子じゃないこれ。バカにしよって。ちょっと戦力がね減ったから仲間増えてほしいな。あの村はちょっともう諦めよう。フィーも死んじゃったからね、あのペガサスナイト。さあ行こう。ラナーはちょっと一旦戻ろう。修理、リブロ、リブロを優先。リカバーはまだ大丈夫だね。ワープも修理しとこう。お金なくなった。
よし、下で合流するぞ。どうしようかこれなんだか不思議な感じだけど、次のターン城に戻るか城に戻るっていう手もあるね。あ、こっちから来れるの、やばい、逃げろ。捕まるかな、どうだ。あ、逃げれるね、逃げよう、逃げるぞ。さあ、ここまで来ましたよ。盗賊がなんか意気揚々と村を倒してきたけど、軽くひねってやるか。エルファイヤー、育ってくるよ。朝人材不足なんだ、唯一の魔法使い我が軍の。ラナを回復するね回復役がいなくなっちゃったんでね。さあ敵が近づいてきたな。どこまで、ここまで。じゃあこの辺りまでか。そしてね、リーフはこっちに戻ってきたんですけど、こいつら巻いてね。だけどね、制圧できないんですよね、ここ。やっぱりリーフでは王子だけどダメみたいです。ということでフィンを壁にしてここに籠城しましょう。レンスター城、敵の城だけど。あ、届くのか、マジで。やばい、計算ミス、すかさ走ぬ、やめてまさかの、あ、計算ミスで死ぬ、スカサハー、やめてくれー、かわせ、うそー、なんてことだ。これだからアナログゲームは怖い。ファイヤーエンブレム覚醒ではなかったよね、こんなこと。敵のね、移動範囲がわかるからね一回のミスが命取りになる。こんな簡単なことでスカサハがやられるとは、マジか。やばいなこれ、敵強くない、くっそー。デルムッド、怖いなぁいっぱいいる、多勢に無勢ですよこれ、見てくださいひどいよねこれ。この全体マップを見ても赤と青の数の違いよ括弧撃破しかないなこれ。守備力無視攻撃、あ
アーサーも頑張れ。よし。でもね、ユニットが減っていけばいくほどね、この生き残ったユニットのレベルが上がる機会が増えるんじゃない？まあ、前向きに考えるとね。そのはずだ。ちょっとここに陣形整えようか。まあいったな、セリスも前に行くしかねえ。デルムットを回復させる。いやー、攻めてきたー。これやばいな、全滅の可能性もあるよ。わーお、避けろ。あー、おいふえ避けれない。レベルは上がらない。アーマーないと足が遅いからいいんだけど、弓が怖いね。さあ、生死をかけた1、2、3、4、5、6、7人しかいない。最小人数ですね、これ。嘘でしょ、野球もできないよこれ。鋼の槍、よし、アーサー行け。アーサー大活躍。一体ずつやっつけていこう。セリス頑張れー。あ、硬いな。どうしようかな、左に寄ろうか。これ左寄りで行こう。守備力、無視攻撃。いいね、成長。スカサ派の分も頑張って成長してね。ラナが回復。デルムッド高校から支援。おいけ、どうしよう。こいつなリブロ、後ろにこれが控えてんのかな。嫌ですね。おいけ、この位置でいいか。手やり、こっちはまだ大丈夫。よし、きたー。ラクチェ避けろ。うわー、ダメージ受けるか。 49% のダメージ受ける。今日はついてないなー。全軍突撃してきた。やばい。
あ、撃ってきた。それは当たらんでしょ、 20% は。エルサンダーか。当たるなよ。うそー、うっそー。 37% 当たる。もうちょっと心が折れそうになるな、これは。ラクチェが死ぬっていうのは。まさかの初ゲームオーバー。あ、これ味方になるやつ。ライザー。うーわ、セリス死ぬ。うそ、ラクチェスカサハやられたら、もう将棋で言ったら角と飛車がやられたようなもんですね。マジか。マジか。やばい、これ死ぬ。全滅するな。くー、信じられん。何が悪かったんだろう。ライザ、え、誰か話すってできないの。めっちゃ強いやん、この指揮官。あ、話すってできないね。仲間になる系じゃないんだこいつ。終わった。ちょっと詰み将棋で言うと詰みか、これ。ゲームオーバーになるのは初めてだな、これ。くっそー。もうシャナンでやっつけようか、こいつを。最後まで諦めるんじゃない。どうしようこれ。こいつ倒せるね。倒せるけどですよ。よし、よしかな、本当に。本当にこれ、こんなことある。こいつを倒さないとだよね、まず指揮官を。あー、ファイヤーに強いのか、サンダーは。シャナンで倒そうか。バルムンク、一撃か。あー、よし、オッケー。さらばだ、ライザー。それでどうする。こうこうでちょっと守らないといけないんじゃないの。アーサーも死んじゃうよね、このままだと。こいつ何？エルサンダーか。セリスがまず死にかけてるから。ラナ結構実は強いんだよね。守備力もあるんだよね。ラナを守りつつ戦いたいけどな。アーサーも守りたいけどな。こいつ邪魔だな。こいつ移動するでしょ？リカバー、まずリカバー。ラナも逃げない。この教会のとこ、ここで戦えばよかったのか、こっち側で。ねえ、狭いとこにおびき寄せたらよかったんじゃない。いやー、参った。甘く見たね、こいつらを。魔法使い倒したいな、先に。斬鉄剣、鉄の槍かな。おし、必殺出た。よし。ああ、オイフェ、よくやった。どうしようかな。こ
んな感じで横に並ぶか。多少のダメージは仕方ないもんね。で、手やり装備して、デルムットも頑張ってくれないといけないからな。セリスが、あ、でもこっち側からも攻撃されるしな。まあ、いったな、これは。デルムット、炎の剣？攻撃力ないんだよね。弓対弓をやっつけよう。デルムット頑張れ。弱すぎる。デルムット弱すぎる。ここ並べて、セリスの位置だよね。あ、どうしようもないな、これ。ここしかないか、隊列整えるにはね。足りなすぎるユニットが。まいったな。14パーは避けれるでしょ。シャナンは死なないでしょ、オイフェット。あー、リブローすんの？嫌だなー。うわ、何あいつ。鋼の弓 0%。 シャナンは圧倒的に強いね。デルムットだ、問題は。あと弓隊がどこを攻撃するかだね。避けろ。よしよし。よし。強すぎる。おお、シャナンを攻撃。それは大丈夫だ。リーフの命も危ない。なんとか生き残ったね、デルムッド。さあどうする、今度は。このターンで全滅させたいな。アーサーが魔法攻撃。もう一回。よしよし、倒した。もうなんかゾンビゲームぐらい死人が出てるね。ゾンビゲームぐらい、ウォーキングデッドかっていうぐらい、生き残るのは一人みたいなね。神様の言う通りにじゃないんだから、最後の一人は神になれるよね、これ。どうしよう。おい、ペ倒してほしいな、魔法使い。無理かな。よし、ノルマ果たした。おい、まだ成長する。ここでいいか。あ
とはこいつ、このこいつ絶対倒さないとね。あとこいつとこいつか。ヒットポイント50なんだよねこいつね。こっちかな、シャナンやっつけるの。ヒットポイント50だし。さあ問題は魔法使い。魔法使いこいつだね。サンダーマージ。まずリカバーで。デルモットを回復させて、セリスが先に行こうか。上からの方がいいな。銀の剣いけ。避けろ。あーダメージ受けた。あ、頑張った、セリス。よーし、オッケー。レベル上がりました。ふう、ゲームオーバーは免れたが、まずはこのターンはねこのターンはですけど、ちょっとチクチクついとこう。こいつ恨みだ、みんなの恨み、容赦しない。